Hello everyone, welcome back to OkoPower. I'm Ogo. This is Yakuza 0, Chapter 3. Just load it. I guess Playful was right when he said that this is the first with him. We're gonna see it soon. I guess this was their version of drink or something. Hey, Tokyo demo konna ni hadena mise wa mita koto nai yo. そりゃもう、ここが何をナンバーワンの店ですさかい。蒼天堀来てグランドへ寄らんやなんて、タコなしのたこ焼きみたいなもんですわ。いや、先生には遠路はるばるお越しいただいたんやから、今日はたっぷり楽しんでもらわんと。ささ、行きましょう。I think たこ焼き is something that's 本当に大丈夫なの？Supposed to be with octopus. これも多いって話じゃない。そないなことありまへんて。もう先生何で言うたら信じてくれはるんですか。でも蒼天堀って言ったらあの近江連合のお膝元でしょ。町ごとヤクザの巣窟みたいなもんだろう。まあ。ましてやこの手の店なんてもう。あそこの席、あれ絶対ヤクザだよ。やっぱり私帰るよ。大丈夫ですって、ほんまに。物騒な店も確かにありますけど、この店に限っては絶対安心。折り紙付きです。ああ、あれは確かにヤーさんやけど、この店じゃおとなしゅうしてますよ。妙にこの店の肩を持つね。まあまあ、細かい話は抜きにして。ささ、まずは座って一杯やりましょう。ねえ。ほら、さあ。でもね。I have a bad feeling about this. こんばんは。失礼します。失礼します。いや、こんばんは。どうです？女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら、君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思た。東京から来はったんですか？かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか？いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます？どれ？おお、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパンいっときましょうか。おいおい、大丈夫か？
10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやねん、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大阪の人間がケチや思われますよ。ちょっと君ら。なるほど、確かにその通りや。よっしゃ、ここは潔く一人一本いっとこか。ほな四本やね。お前らの分もかい。ねえわええわ、四本いっとれ。さすが男前、お願いします。 And that's all. Just a coincidence. The girls coming there and then seeing the champagne and stuff and getting more.I guess it's also sort of business for mobile. でも前にこっち来た時は全然知らなかったよ。ああ、この店が有名になったのはつい最近なんですよ。Because of the one and only. ええ、少し前に支配人が変わって、そこから急に。ふん、支配人くらいでそんなに変わるもんかね。Oh yes. 引き抜きから何から。ちょっと大声では言えんようなことまで随分派手にやったみたいで、箱のでかさだけが取り柄やったこの店をあっちゅう間にトップにのし上げてもうたんです。ほう、随分のやり手みたいだね。そう、うちの支配人夜の世界では知らん人がおらんちゅうくらいの有名人なんですよ。そうなのかい。そりゃいっぺんお目にかかってみたいもんだね。ちょっともう、ええ加減にして。こっちは金払っとんねえぞ。ちょっと触るくらいいいやろね。お前もまんざらやないんやろ。なわけあるか。もう、すっごい。ほら、ここや、ここ。Yeah, that's... お客様、当店はお触り禁止です。どうか、その辺で。かわいやっちゃな、お客は、大概にせんと。大概にせんかったら何やってんのこれ。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね。このボケ。おいおい。No, that's not him. 全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。 He knows the manager. 出てくるからですよ、彼が。The crazy hound.The Mad Dog of Kamurocho. No, Shimano. Oh, darn it, I didn't remember. 彼って、あの男が？あれはただのケツ持ちだろう。お客様。ん？本日はお越しいただき、ありがとうございます。え？何やお前。ケツ持ちちゃうんか？よく間違われます。ですが、違います。え？せやったら何やねん、悪い。申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと？え？あれが例の？この店はヤクザが仕切っとんのかい？お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。I'm not taking the card also was an insult. 力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。
お客様は神様ですから。ほう、そりゃええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんともいい。どうや、神様からのお恵みは？ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。Oh my god, awesome. こんな野郎、やめとけよ。お客様、重ねてお願い申し上げます。That's a way to deal with such guys. お引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したらなんやっちゃねえ。しゃあないの。ああ、いっちょ景気いいのやれや。Okay, it's really effing awesome. I think that's the mad dog theme. そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろ、お客様は神様ですから。まだそんなこと抜かすかい。やめおってさあ、ショータイムや。トゥルトゥ。Avoid the customer's attack. The first law of management: the customer is king. Even if punched or kicked, reprisal is out of the action. But now, watch for the customer to make a move in their wave.Their attacks using 8. It's been a while, so I have to rememorize everything. Even in the worst of times, you must never forget the word only the finest was possible. Patience shall be rewarded, as now it's time to show all your customers the ultimate in hospitality. In front of the Awesome. なんなんやお前は。あくさー。おっ。こんな。あ、危ない。なめんなよ。危険ですので。こちらはお預かりいたします。いいぞ、ありがとうございます、支配人。 Yes, Puggy approves too. 警察に突き出してやる。お静かに。こちらのお客様はご覧の通り店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、
このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に？はい、夜の世界の流儀として、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。今日この場のお代すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば、年間接待費は億を下らないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが、他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。 He is definitely part of that. わかった。皆さんがそれで言うてくれるんなら、この場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。 Playful later and yeah, こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。He is far too good at that. ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣い、ありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。 That's an evening he won't forget. あれがここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人、真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。 One could say so. How have you been, playful?I can understand that he needs a cigarette now. I've been fine too, playful. About that. Was that some kind of sign? The way he looked at him? 支配人、先ほどはありがとうございました。いつもすみません。フロアどうや？落ち着いたか。はい、あらかた元の通りに。ただで飲めると分かって注文がひっきりなしですよ。そうか、あいつら怪我は。突き飛ばされた斧のやつもこれといって。 Thanks, Playful. マキちゃんにはボーナス弾んだれよ。
父もまるで何もなしじゃモチベーションガタ打ちや。はい、それは先んじて伝えておきました。ならええわ。あの暴れてたドアホ一応見張っときや。名刺は押さえちゃるがとんずらこかんとも限らんからな。そちらの方もすでに手配しています。よっしゃ。スタッフは最近どんな塩梅や。おおむね問題はないのですが。なんやねん。先月入ったかなえちゃんなんですけど、ちょっと他の子、特に桜子ちゃんとうまくいってないみたいで。またその手の話かいな。女っちゅうのはほんまめんどくさいの。私からも話はしてみたんですが、なかなか。わかったわかった。俺からも話しとく。すみません。お手数ですが、お願いします。失礼します。May as well see her now and get this over with. She's probably in the dressing room. Yeah, and since we can, let's save. Yeah, you. So, making a new one for real now. Do I have nothing in my inventory? Let's get them. Better than nothing, I guess. Huh? Did I not take it? I put them into the storage. Didn't read. Yeah. Oh. I can't. Interesting. Can't put it on. Maybe later. Yeah. Yeah, I guess it running out of juice might cause a problem. Wrong cable. Right cable. But only a little. Good, let's get out of here. So, where do we have to go? Okay. Ah. Okay. Hey, got a minute? Sir, sorry about that. What can I do for you? Can you call Kane for me? I need to talk to her. Yes, sir. Of course. What's he still spacing out on the clock? Hi, sir. Nice work out there tonight. Thanks, Kane-chan. So, you wanted to talk to me? He said she was locking horns with Sakurako. Where do I start? Let's try it nice first. Yeah, you're really smoking tonight, babe. I thought some new idol singer wandered in. Oh, you, that kind of flattery won't get anybody but ping anywhere, sir. Alright. Yeah, take it back. What? So it was just flattery, huh? You want me, boss? Aw, oh, come on. You know I can't tell a lie. Here, I'll buy you dinner sometime soon.
You forgive me? Really? I love you, sir. This is idiotic. Time to get to the point. Yeah, okay, so much for that. It's been about a month since you came on here, yeah? How's it going? Think you can make a real go of it at the ground? Oh, I think so. That was much bigger than the last club I worked at. So it was pretty daunting at first, but I'm totally used to it now. And more customers are coming here specifically to see me. Yeah? That's great to hear. Not surprising from the number one gal from one of the oldest cabarets in the Kita area. Guess I was imagining things then. Hmm? What do you mean? Oh, see, the 1 month mark's actually when I see that most girls up and leave. I was a little worried you might be getting the itch too. Oh, have no fear of that. I wouldn't dream of quitting now. That hag Sakurako's been trying to play the seniority card on me, but I don't even notice her. Damn girl. Heck, this is pretty serious. Don't be like that. Sakurako's a vet here. She looks after the other girls too. Most love that about her. Try to get along, yeah? I hate nosy types like that. And she's got a whole entourage. But whatever, soon I'll have my own clique and I won't have to deal with them. Does she even realize she's getting lectured here? Denzel's adore this one. He's even giving me a little toot. Seems like she needs it. Better make it loud and clear for her. It ain't right, Kane-chan. You gotta learn to read the room. Huh? Doesn't matter how good you are at your job or how popular you get. Keep snubbing your seniors like that and you'll wake up one day with nothing but enemies here. Fine by me. Not like I do this job to make friends with the other girls. Really? That the best you can do? I'm disappointed. I doubt we'll be around here long enough to make those enemies then. Wait, what's that supposed to mean? Is there a problem with my work? Nailed it. She's the competitive type. Put her pride on the hook and she'll take the bait. Look, I aren't asking you to be friends with Sakurako-chan. In fact, you two make much better rivals. Rivals? Yeah. But not the kind that shanks the other in the back. Compete, push each other to get better. You'll bring up all the other girls with you. Right now, you're just tripping over each other, and that makes it harder for everybody around you to step up. Customers may love a gal like that, but I got no use for him here. The ground needs girls who are popular with the guys and the girls. The guys and the girls. Thing is, I know you could be that girl, Kane-chan. That's the only reason I'm coming down on you about it like this. You really think? I'm sorry, sir. I was acting like a spoiled brat. I'll work on being that girl, on being more considerate. Please, give me the chance. There, see? You do get it. I knew you were a keeper, kid. And I hope you'll keep helping me improve when I need it. Finally, took long enough. And wait, what was that waiter still? Can't have him zoning out on me like that. Better go have a chat. And we will have this chat. But we will have it in the next episode, if you watch this on YouTube. Playful and the other watchers, please stay a bit longer and I hope I see you again in the next episode. Bye-bye.